1991年ロシア大統領選挙は1991年6月12日にソビエト連邦のロシア連邦共和国で行われた大統領選挙である。ロシア大統領選挙はロシア史上初の国民有権者による直接選挙によって行われた大統領選挙である。この選挙で急進改革派のボリスエリツンロシア、 連邦共和国際公会議議長が58.6%を獲得して2位以下を圧倒的に引き離し対象した。エリツィンは副大統領候補としてアフガニスタン戦争の英雄であったアレクサンドルルツコイソ連空軍大佐を選んだ。体制破壊者として危険視されるエリツィンにとってアフガン戦争の英雄であるルツコイが選挙戦における伴走者となったことは エリチン陣営に対する安定感を与えることとなった。一方、ソ連共産党保守派を軸とする、ロシアソビエト連邦社会主義共和国共産党は、ニコライルイシコフ前ソ連首相を擁立したが、及ばなかった。また、ミハイル・ゴルバチョフソ連大統領はルイシコフに加え、ゴルバチョフ直系とも言うべき恩恵改革派の、ワジム・バカーチン前ソ連内相を擁立したが、バカーチンは、 候補者中裁会に終わり、ゴルバチョフの一心低下を印象付けた。ルイシコフが敗れたことは、保守派を8月のクーデターに借り立てるきっかけとなった。この選挙戦で、さらに注目されたのは、エリツィン、ルイシコフに次ぐ、第3位についたソビエト連邦自由民主党のウラジーミル・ジリノフスキー党首であった。ジリノフスキーは一時期恐喝過激な極右的言動で、支持を集め、 あとの1993年ロシア連邦議会選挙でソ連自由民主党の後進ロシア自由民主党が第1党へ躍進するも1995年ロシア会員選挙でブームが終わりロシアで2回目の大統領選挙であった1996年ロシア大統領選挙で5位に超落した。ありがとうございます。